皆さん、こんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。えー、ね、ここ数日ずっとね、一音メリっていうのに関してずっと話しておりますね。えー、ようやくう、最後かな。え三、ー、つ目のポイント、息の流れっていうことについてお話ししたいと思います。ね、もっとメリたいっていう人、えー、僕が何をしているか、僕が気をつけているポイントについてお話しします。えー、まあ、そうですね、僕の喋ってることが参考になればいいかなって、そこまで考えてなかったとか、そういったこと と考えてなかったなっていう人に人にとって役に立てばいいかなと思ってますまあ、別にね絶対この通りやれって言って喋ってるわけじゃないので、えー、そうじゃなくてもねうまくできてる人はその通りそれで頑張ってくださいでなんかヒントがないかなと思ってる方のお役に立てばという感じでお話ししますので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますはい息の流れですねまあこの歌口の閉じ方っていうことをやることにおいて唇と歌口の距離が変わりますので ね。必要な息の量というのがちょっと変わるんですよ。で、えー、息の流れ、息がスムーズに流れているからこそ、音は綺麗に出ます。なので、えー、一番練習してほしいのはメリオをした時に歌口を閉じます。この時に息がスーっと楽に流れてるかね、えー、なんかつっかえたり詰まったりするようなかことなく。<noise> ね、こういうアクションができるかっていうのをまずよく練習してくださいね、えー、これが例えば息が、えー、そのままねうまく減らすことができないと <noise> なんかまあちょっとなんか不自然な形で顔にひっくり返るんですよね、えー、しかも息はだんどんどん出してるのになんか吹きづらいね減らしすぎてしまったら「<noise> 本当に音が出なくなってしまいます、えー、とこういったことを避けてちょうどいいところを探しましょうでまあ結構初期の頃に出した動画で「メールという動作で音がひっくり返ったり音程が下がったりっていう2つの結果が出ますっていう動画を出したと思いますで、えー、とそれ実はこういうメリオ音の時に重要なアクションになってきますおつの血をぼんやり吹いてこのように下げる息のルートと でこのように、めることで音程がひっくり返るっていう2つのルート、これ、こうやるとこうなるな、こんなふうに吹くと下がるな、こんなふうに吹くと上がるな、ひっくり返るなっていう2つを見つけてください。ね、ということはですね、もう最初から、めった状態で、も、も、吹けるっていうことです。はい。ということで、何がわかるかっていうと、 まあ、オツののメリ音カン音のメリリ多分両方とも同じような息で吹けるはずなんですよ。ねはい。えー、オツ音だからっつって極端に緩くしたりとかオ音だからっつって極端にね何、えー、か関を吹く,吹くような同じような息でしてしまうとちょっと息が強すぎるんじゃないかなと。なのでえー、まあ「つ」の半音「つ、ね」ツのメリでしょうかね。えー、その2つも、えー というふうにひっくり返る息で。と吹けば、ひっくり、え、かん、ひっくり返ったじゃなくて。か音のつの半音が、半音つのメリ音が出て。ちょっと低すぎるか。まあ、これこういうふうな、えっと。 おつ音のつの半をつのめりも吹けるってことですよね。はい。同じような息です。同じような息です。ね。はい。で、よく練習してほしいのは、普通の状態から音程が下がる吹き方とひっくり返る吹き方です。ね。そしたらもう最初からめった状態で。 っててていいう風に吹き分ける練習をしてみてください、はい、そうすることで、えー、息の流れっていうのがより分かると思いますでこの延長線上に何があるかっていうとめらない時の「っていうのもおつおになる息のルートとカ音になる息のルートがある、えー、唇をギュッと絞って、えー、吹く感音を出す、えー、息を強くして感音を出すっていうやり方じゃないやり方に気づくかもしれません。はいで、えー、ね もっとメリーたいっていうことでメリー音の練習されると思います。で大事なのはですねメリー音の練習することもそうなんですけどやっぱりメらないで吹く音です。メらないで吹く音が綺麗にパーっと流れている状態ねそれが良くなれば良くなるほどメリの音も綺麗に吹けるようになります。ね、えー、慌ててねメリー音ばっかり練習しよう メリの練習していてうまくいかないな音がきれいに出ないなと思った時は、ね、一番楽に出せる音その音を吹いて、えー、基本の音「ロツレチハロツレチり」を吹いてきれいな息の流れ、ね、楽々と吹いてる状態スムーズに息が伸びて気持ちいい状態を思い出してくださいそれを1音メリという吹き方でも同じような感覚で再現できるかっていうのが大きなポイントになります。 3つの要素、をバランスをとって、えー、成立してたら、とっても吹きやすいです。とっても綺麗な音が出ます。えー、吹きにくい音ではないです。吹きにくそうに出す音ではないです。吹きやすそうに吹いてください。3つの音、3つの要素、バランスをとれれば、えー、楽に。 出ます。綺麗な音が出ます。息をたくさん使わなくても肝音が出ます。息をたくさん使わなくても大きな音になります。それはめっているという状態だからこそ起こる現象なんですね。はい。えー、では、ね、今日まで一音メリーに関して少しね、いろいろおしゃべりさせていただきました。ぜひね、皆さんが綺麗なメリ音 ね出せるようになるといいなと思っています、えー、頑張ってみてください、えー、僕もいっぱい練習します <laughs> はいでは尺八ワンポイント講座でしたお疲れ様でしたありがとうございました